セブ島は、フィリピン中部のビサイア諸島にある島で、南北に2 2 5トルにわたって伸びる、細長くて大きな島である。面積は4422平方キロメートル。周囲は、マクタン島、バンタヤン島、マラパスカ島、オランゴ島など小さな島々に囲まれている。東に、カモテス海とカモテス諸島を挟んでレーテ島、ボホール海峡を挟んで、 ボホール島、西に、タノン海峡を挟んで、ネグロス島、南に四季ホル島、北にビサヤン海を望む。前島とその続島が、セブ州で、島の東海岸中央部にある人口72万の、州都セブ、マンダウエ市をはじめ6つの都市があり、マニラ首都圏に次ぐ、大都市圏、メトロセブを形成している。 州全体の人口は335万6137人で、うち300万人がセブ島に住んでいる。ほとんどの人はセブあの語を話し、これはビサヤ諸島の共通言語になっている。マクタン島は風光明媚で風通しが良く、いわゆるセブリゾートはここ、マクタン島を指す場合が多く、外国からの移住者も多い。1521年のマゼラン上陸で、 スペイン統治の開始とともにフィリピンを世界史の表舞台へと導くきっかけとなった。統治者らは宗教、食文化をはじめとする生活スタイルや建築様式に至るまで大きな影響を及ぼしフィリピン全土へ浸透させていった。セブ市は最初にスペインによる植民地化がされた植民都市でありその名残である建造物や史跡が随所に残る。 また、昔ながらの大きな市場カルボンマーケットがあるほか、観光客相手の巨大、ショッピングモールや、リゾートホテルが、セブ市やマクタン島に多数ある。セブ島の砂浜セブ本島は長細い島で、両脇を海峡に囲まれている。島の中部の東海岸に接する、小さな島が、リゾート地、マクタン島であり、国際空港や経済特区、ホテル。 ショッピングセンターがある一方美しい浜辺やダイビングスポットもある。島の北側にバンタイアン島、ダーンバンタイアン島がある。そのタム数の小さな美しい島に囲まれ、その内オランゴ干渉などの無人島は、冒険を求める観光客の目的地になっている。セブ島は、大理石の高原地帯と海岸部の平野に分かれ、典型的な熱帯の島の風景を成している。 また、うねる、丘の群れと険しい山脈が島を南北に縦断している。山々は高さ1000メートルに達するが、これらを覆う森は不十分である。大きな平地は島の北部やセブシ周辺に見られる。より観光客や工業投資を誘致するため、州政府はインフラ整備に余念がない。特に、幕丹島は、 セブ島とマクタンマンダウ橋とマルセロ・フェルナン橋の二つの橋でつながっているが、これらの使い勝手の悪さから、さらに三本目の橋を架けるかまたは海底トンネルを作るかで議論が起こっている。ただしどちらも財政的な裏付けは不十分である。スペイン人到来以前より、セブはメー、シャム、アラビア、マレーなどとの交易の拠点として栄えていた。 スペイン人が描いた、原住民1521年3月16日、ポルトガル人の航海士、フェルディナンド・マゼランは、セブ島に到着した。彼は、スペイン王の命を受け探検の途中で、欧州でも有名なモルッカ諸島への西回り航路を開拓し、島々の実態を調べ、東方に、スペインの領土を広げることが可能か調査することが、旅の目的だった。 マゼランのマライ人奴隷エンリケは上陸後、言葉が過労じて通じると言った。マゼランはかつて船乗りとして訪れたマライ語圏に戻ってきたこと、世界を一周したことを悟った。マゼランは、セブの領主、ラジャン・フマボムを説得し、スペイン王カール五世への忠誠を宣誓させた。スペイン人のドミニコ海修道士が同情していたことで、この航海はフィリピンへのキリスト教宣教の、 第一波となった。4月14日、マゼランは大きな木の十字架を、セブの海岸に建て、400人ほどのセブ人が洗礼を、受けた。セブの王と王妃も、洗礼を受け、スペイン王夫妻に敬意を表してそれぞれ、カルロスとフアナという洗礼名を受けた。後に、セブの守護聖人になる、幼きイエスの像、サントニーニョ像も、 スペイン側とセブ側の平和の証として王妃に手渡された。セブでの戦況と同盟の成功に勇気づけられ、マゼランは隣のマクタン島との海峡を渡った。マクタンにはムスリムの領主ラプラプがいた。4月27日、両者の間に戦闘が起こり、マゼランは戦死支部下たちは島の住民に追い返された。歴史家で年代記作家のアントニオ・ピガフェッタは 部下達が、スパイスや宝石を島民に差し出そうとしても、マゼランの意外は、取り戻すことができなかったと書く。後にラプラプは、フィリピン人の侵略者に対する抵抗の象徴となり、現在は、幕丹島に、マゼランの不況を称えた、記念碑とラプラプの戦いを称えた、記念碑が、隣同士に立っている。マゼランの部下の一人、フアンセバスティアゲルカーノは、指揮を引き継ぎ、 破損の激しいコンセプシオン号を焼き捨て、二隻になった残存艦隊を引き連れて、スペインに戻った。彼らは、セブに来た時の西回り航路とは、反対方向の東回り航路を取ったため、彼らは初めて世界を一周した者たちとなった。19世紀のセブシマゼラン艦隊の生存者は、スペイン帰国後、東方にある楽園の価値を報告した。ほどなく、 後に続く探検者が航海に送り出されたが、すべて失敗に終わった。マゼランのセブ島到着から44年後の1565年、征服者、ミゲル・ロペスでレガスピは、500人の武装した兵士と、聖アウグスチの修道会及び、フランシスコ会からの修道士を連れて、マリアナ諸島及び、ビサヤ諸島の各島を経て、セブ島に到着。 スペイン王の王冠のもと島の支配を進めると宣言した。レガスピたちはラジャ・フマボン王の息子、ラジャ・トゥパス王の砦を砲撃し、スグボの町を破壊した。彼らは後に町を再建し、名を改め、ビラデル・サンティッシモもノンブレ・デヘススとし、教会や大学を建設した。1569年、この町は、スペイン議会により、フィリピンに成立した。 最初の入植地となった。レガスピの部下たちはさらに兵士を引きマニラを襲って、これを征服した。1571年8月14日、セブはマニラの司教区から離れ、独立した司教区となった。レガスピが同年、マニラに新たに確立した入植地へ本拠を移した後も、彼はセブを見放さず守備隊と知事を雇って、町を管理させ、 兵士の半分は、セブに残した。以後、セブは、スペインの植民都市としての繁栄が続いた。3世紀の後、1898年6月12日、スペインの支配は倒され独立が宣言されたが、続く、アメリカ合衆国の侵入により再び、植民地支配が続いた。1901年、セブは、町となり1937年2月24日、 死となった。15から19世紀のフィリピン貿易スペイン島地下でメキシコから輸入した銀や東南アジア各地や中国の産物を中南米に運ぶ拠点として貿易が盛んに行われた。フィリピンではマニラガレオンと呼ばれるフィリピン製の大型ホブネがたくさん建造されていた。太平洋戦争中の1942年4月、日本軍がセブ島に上陸した。 日本軍による占領の時期、フィリピンで最も人口が密集したセブ島は重要な物資補給地点、軍事拠点となっていた。1945年3月、占領から3年後にアメリカ軍が上陸。日本軍はレーテ島から退却してきた部隊も含めて交戦したが、兵力や武装に劣り、セブ市はアメリカ軍に脱回された。 政界権を握られた日本軍は、他の島への退却を諦め山岳部にこもり、地元民によるゲリラ、米兵との間でのゲリラ戦を続け、終戦を迎え多数が降伏した。戦後、セブ島は観光地としてアメリカ人や日本人で賑わった。また、フィリピンの中でも多くの外資系企業が進出した。 1970年代から1980年代にかけての政情不安や共産ゲリラ活動の時代、ゲリラの隠れられる山の少ないセブ島は比較的安全な場所として進出先に選ばれていた。人口は増加の一途をたどったが、一方で貧困層も周囲の島から流入している。セブ島最大の都市セブ市セブの経済は従来は、 ビーチリゾートや遊戯に買い物などの観光業、中小の産業の寄せ合わせと小規模な商業が中心だが、近年は家具製造業の盛り上がりによって、セブ市はフィリピンの家具業の首都と言われるまでになった。セブ州の通商産業部は、輸出に耐える製品を作る家具などの中小企業の育成に力を入れている。セブ島は森が失われ、 山肌が露出しているため家具の原料となる木材がなく他の島や国外からの輸入に頼っている。また、マクタン島には輸出経済特区が2つあり産業誘致に余念がない。家具製造の他に盛り上がっているのは情報通信、ソフトウェア産業でセブ市はフィリピン中部の IT 都市になりつつある。ソフト制作やアウトソーシングを行う企業がセブに本社を置き、 アメリカなどの企業からコールセンター業務を受け負っている。セブ市はこの情報通信分野での成長を目指し、東南アジアのソフトウェアや電子サービスのハブになろうとして制作を行っている。セブ島の空の玄関は、隣島のマクタン島のラプラプ市にあるマクタンセブ国際空港で、フィリピン航空が、ナリータ、関西、中部の3空港へ就航している。 国内からは、マニラ港から、複数のフェリー航路が設定されている。セブアノ語が話されている地域セブの住民は、セブアノと呼ばれ、ビサヤ人、中国人、スペイン人、ネグリト人の根血の子孫である。スペイン系や出身地ごとの中国系はコミュニティを作り、セブの経済で重要な役割を果たしている。セブアノの文化は、ゆったりしており、人々は親しみやすい。 セブの地元の言語はセブアノ語で、ビサヤ諸島やミンダナオ島の大部分で、共通語の役割も果たしている。セブアノ語の話者は2000万人に上り、セブ島、ボホール島、レーテ島西部、ネグロス島のネグロスオリエンタル州、ミンダナオ島の北部や、東部ほか大きな町で話されている。多くの方言があるが、その差は小さい。また、ヒリガイのン語や、 笑い語など他の微細系言語もある。程度理解できるほか、英語やタガログ語もよく通用する。セブ島民の主な宗教は、ローマカトリックである。セブの守護聖人は、サントニーニョでセブで、幼いイエス・キリストのことである。サントニーニョの像は、フィリピン最古の教会、サントニーニョ教会に安置されているが、この像は探検家。 公開者であるフェルディナンド・マゼランがセブに到達した時、島の王ラジャ・フマボンの妻に、相互の同盟を記念して手渡されたものである。この時王とその両民らは洗礼を受けキリスト教徒になったが、マゼランは直後にマクタン島で戦死した。王たちの洗礼は、セブ最大の文化的事件として、地元では受け止められている。これを記念した、シムログという祭りは、 セブ最大の祝祭であり、ミサの前に通りでは、踊りやドラムが打ち鳴らされ、観光客も訪れ大変な賑わいを見せる。セブは、マニラ大司教区の一部であったが、後に独立した司教区を形成している。またサントニーニョ教会のほかセブメトロポリタンカテドラル、3、カルロス教会など多くのカトリック教会が立ち並んでいる。 他にもプロテスタント教会や中国系人の同郷人、ミンダナオ島からの移住者によるモスクもある。2018年現在、日本の外務省はフィリピンにおいて、殺人、傷害、暴行、強盗、婦女暴行といった、凶悪事件に遭遇する、可能性が高い場所として、マニラ首都圏と並んで、セブ島を指摘している。また、二千七年、二千十八年には、 強盗以外の目的と思われる日本人への銃撃事件が発生しているほか、2015年には中国人外交官を標的とした銃撃事件も発生している。スペイン統治の名残で、キリスト教の教会、スペイン統治時代の要塞、港町らしい巨大市場、博物館などがある。ありがとうございます。